こんにちは。日記を読む。公共投資は有効化。5、金融緩和との相乗効果。物価に目配り必要。安倍晋三政権の経済政策、アベノミクスのスタートから1年半が経過した福田真一東大教授は、第一の矢の金融緩和政策と第二の矢の財政政策の組み合わせは、マクロ経済政策の基本で、デフレ対策として効果を発揮した、と評価する。アベノミクスはまず、外国人投資家などの心理を好転させ、株高、円安を定着させた。消費者の心理にも影響が及んで、消費が伸び、実体経済にも波及した。投資家心理が好転したのは、異次元緩和の影響が大きいが、財政支出も景気を下支えした、と福田氏は見る。金融緩和の効果と財政支出の効果を切り離し、経済理論に基づいて検証するのは難しい。4月の消費税増税後、景気に鍵が出始めたのは、経済対策で打ち出した公共投資が4月から6月のタイミングにうまく合わなかったため、との見方もある。異次元緩和には、物価上昇率 2% という目標があり、目標を達成するまで継続する方針が明確な一方で、財政出動には特別な公約はない。財政支出を増やしたり、ブレーキをかけたりするタイミングの判断は、政権の裁量に委ねられている。焦点は来年10月に想定される消費税再増税の対応だ。この時点でデフレからの脱却が明確になっているなら、公共投資を増やすと物価上昇が加速して、インフレ懸念が生じかねない。金融政策と財政政策に頼るアベノミクスの枠組みに変更はあるのか。3本目の矢である成長戦略を含めた政策判断の是非が問われそうだ。以上です。ありがとうございます。